はい、皆さんこんにちは、購買です。お元気ですか？だいぶ涼しくなりましたね。朝晩気温が下がってもう秋っていう感じですね。風邪ひかないように気をつけましょう。今日はですね、日本から韓国に来て私が感動したこと一つお話ししたいと思います。日本から韓国に来たのは私2008年の9月頃だったんですけど、なんかいろいろ周りの環境が変わったせいかな、体の調子が悪くなったんですよ。で、免疫力が下がって来てから3ヶ月ぐらいはね、しょっちゅうなんか病院に通っていたんですね。で、お医者さんに見てもらって処方箋を持って薬局で薬をもらうんですけど、あの薬局で出してくれる薬を見て私本当に感動したんですよ。日本とか中国だと 2,3 種類の薬をもらった時に同じ種類の薬を一緒に紙袋か、あるいはなんかちっちゃいこうプラスチックの瓶にバーッとこう入れてくれるんじゃないですか。で、家に持っていて飲む時は紙袋からこの種類ごとに一粒ずつこう薬を取って飲むんですね。韓国に来る前まではずっと私こんな感じで薬を飲んでたし、これが当たり前だと思ってたんですよ。でも韓国は違っていたんですよ。処方箋を持って薬局へ行ってこう渡したらね、1分も経たないうちにね、毎回私が飲む分量の薬をこんなちっちゃい紙袋に全部こう分けてくれるんですよ。ほら、こんな感じ、こんな感じですよ。毎回こう薬を飲む時にね、種類ごとにこう自ら薬を取る必要が全くなく、これ一つ取って飲めば済むんですよ。これはね、1日1回だけなので別に薬局の名前と電話番号しか書いてないんですけど、1日3回飲む薬だとね、こうやってね、朝昼晩って全部書いてくれるんですよ。しかもね、これ朝昼晩の薬が全く同じなのに、こうやって朝の薬、お昼の薬、夜の薬ってこう変えて分けてくれるから、飲む時もね、朝はちゃんと朝の分を取って飲んだり、お昼はお昼の薬を取って飲んで、と夜はね、夜の分を飲むようになるんですね。これは患者さんに対してのものすっごい気配りだと思うんですよ。種類ごとにこう分けてもらった薬を飲むときに一つずつこう取ってこう飲むのは、まあ、別に大したことではないんですけどね、いざと体の調子が悪いときはそのことすらすごく大変に思っちゃうんじゃないですか。面倒くさいし、途中まで飲んでもういいやってなんか諦めたりすることが私も結構あったと思うんですよね。韓国に来る前までは薬局から出してもらった薬を一回もなんか最後までちゃんと飲んだことがないような気がします。でもね、韓国に来てからはね、ほとんど最後までもらった薬をちゃんと飲むようになりました。なんか薬を飲むのがなんか楽しくなったような感じそんな感じがしましたね。でもね、薬局では何種類もある薬をどうやってこうあっという間に分けて包装までこうしてくれるんですかね。患者さんが 4,5 人くらい列を並んでいてもそんなに待たされた気がしない。すぐ出してくれたんですよ。薬の種類がいくら多くてもほとんど同じスピードで出してくれてるからね。薬局行くたびにそれがいつも気になる。カウンターの後ろではどんな機械が動いてるかなとか、 AI？ もしかして AI が働いてるかなみたいな、そういろいろ自分でなんか想像してしまうんですけどね。一回聞いてみようかなって何回も思ったんですけどね、なんかバタバタしてるのにどうでもいい質問をして邪魔になるのも嫌だから我慢したそんな状態でもう12年が過ぎたから、もう今更聞いてもおかしいですよねまあ、ということで今日は韓国の薬局ではどういう風に薬を出してくれるかということで話をしてみました。これ患者さんには本当に最高のサービスだと思うから、他の国もねこれやってほしいですね。日本とか中国、患者さんものすごく喜ぶと思うんですよ。じゃあ今日はこれでまた
次は何の話をしようかな。ちょっと考えてみます。バイバイ。